チョ、こんにちは。今日はイワシのスパゲッティです。材料はこちら。まずね、イワシでしょ。それから今日はトマトソースで作りますので、トマトソース、仕上げに今日はパン粉をいったものをかけたいと思っています。あと小麦粉かな、あと塩コショウですね。あ、これアンチョビペーストも一緒に混ぜてパン粉入れます。では作ります。
いい音。今日はストロベリーのスパークリングワインです。ちょっと甘口かな。よいしょ。サルテー、いただきます。うん、思ったほど甘口じゃないね。美味しいです。さあ、では今作ったイワシのパスタね、これに松の実とかレーズンが入ると本当にあのパスタコンサルテっていうシチリアの名物パスタになるんですけどね、今日はちょっと松の実もレーズンもなかったんでシンプルなイワシのパスタです。パン粉がうまいね。このね、サクサクしたこのサクサク音伝わりますかね。それがあの絶妙にこのトマトソースにマッチするんですよ。今度イワシね。バチク、ごちそうさまでした。さて、今日のパスタ何点だったでしょうか。お、なるほど、いただきました、ありがとうございます。で、その心はというと例の2つですね。やっぱりあのイワシとトマトソースだけっていうのはちょっとこう一皿で完結するにはなんかこう足んないなと、ちょっと青物欲しいよねっていうことで、まあ、例えばブロッコリーとか、バジリコとかを大量に入れてると、まあ、一皿でこれ一皿で完結するかもしれないですね。それが一つ。あともう一点はちょっと途中でやっぱり飽きるので、最初からこうピリッと辛くするか、もしくはこういうバルサミココンディメント、これ途中からかけてみたんだけど、そしたらとっても美味しかったので、まあ、こういう感じの工夫がちょっと必要だったねというこの2点で、得点は90点でした。90点いただきました、ありがとうございます。ってことでね、今日はやっぱパン粉がねとっても良かったんだよね、大変美味しくいただきました、素材とか概要欄に貼ってありますからよく見ててくださいね。では今日はこの辺でまたお会いしましょう。チャオボナセラ、チャオチャオチャオ。